お望み。おお、オイラたち、さっきまで滝にいたよな。どうして急にこんなところに出たんだ。雲がたくさん、空の上にいるみたいだ。おそらくここが仙人の洞天だろう。我らが探している名家不浄石もここにあるはずだ。本当か。あれってさっきの洗礼じゃないか。見ろよ、雲の下に潜ってったぞ。しかもよく見るとここの岩や木、なんだか不自然。これは本物の雲ではなく、空間を隔てる砲術だ。下に降りるにはまずこの砲術を維持している装置を破壊せねばならぬ。よし、じゃあ早速それを破壊しよう。この地に魔物の気配を感じる。どこに身を潜めているかわからぬが、気をつけた方がよい。者として認識されたようだ。だがこれしき我が何とかしよう。綺麗にします。陣営のごとく入れよ。命ずると、しかしその前にこの層の守衛装置を壊す必要がある。
する。で、はっはっか、よっ、は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 っ、元気出してよ。変身直送。
律令に従え。ミュージック、陣営のごとく。はっ、そんな、逃がさない。瞬く間に、ふわっ、活性化されていない浮上の石が宙に浮くことはない。見た目は普通の石と異なるが、その重さはほぼ同じだ。浮上の石は活性化されることで初めてその進化を発揮する。属性の束縛から解き放たれ、空へと浮かび上がるのだ。そうだったのか、神格は物知りなんだな。我の師匠は雑談が好きでな。暇があれば我を引き連れ、様々な伝承を話してくれた。興味のない内容の方が多かったが、まさかこのように役に立つとは。あ、ふと思ったんだけど、もしここで活性化させたら持ち帰れないよな。そんなことしたらオイラたちまで一緒に飛んでっちゃうし。でも活性化させないと重くて運べないと思うぞ。どうやって運んだらいいんだ。案ずるな。これ式であれば
我にとって大した重さではない。でも安全第一だぞ。心配無用だ。この浮上の石が貴重であることは重々承知している。ぶつけたりせぬよう細心の注意を払おう。我を？そうだぞ。神格がどんなにすごくても、もしこんな重いものの下敷きになったら怪我だってするだろう。重いものを運ぶときは身の安全に気をつける。これは常識だぞ。そうなのか。ありがとう。ならば気をつけるとしよう。我は浮上の石を担いで先に行っている。後ほど建設現場で落ち合うとしよう。あんな重いものを持ち上げられるなんて、神格ってやっぱりただものじゃないよな。オイラたちも早く建設現場に戻って神格と合流しよう。